少年はいつも車椅子に乗っていた。彼には両足がなかったのだ。生まれた時からなかったんだ。少年は僕に話してくれた。でも、代わりに翼がある。それらしきものは見えなかった。そう、見えない翼なんだ。少年の瞳はキラキラ輝いていた。ないのは足だけではないのかも。僕はそう思ったものだ。この少年と別れてもう随分経つ。ところが今日、僕宛に手紙が届いた。あの足のない少年からだった。もっとも僕と同じくらい、今では彼も大人になっているはずだが、その手紙の中で彼は書いている。君にも翼が見えたよね。あ、と僕は驚いた。僕は空を見上げている。背に翼のある男が僕に手を振る。なんだか、とても懐かしい。空を飛ぶ男に、僕は呼びかける。やあ、元気そうだね。そんな場面を思い出したのだ。ほんの最近、僕が見た夢。すっかり忘れていた。そういえば、男には足がなかったかもしれない。あの男は、あの少年だったんだ。僕は嬉しくなって飛び跳ねる。でも、ほんのちょっとしか受けない。君は本当に空を飛べるんだね。すごい、と僕は思った。たとえ、それが僕たちの心の中にしかない空だとしても。